事前にフリップに書いていただきましたので、こちらのフリップを使って皆さんにご紹介いただきましょう。書いてますか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい、それではまずは仕事面のリニューアルです。それではフリップオープン。じゃじゃん。さあ、読んでいただきましょう。私は、プロフィールをリニューアルしたいというのがですね、なんかそんなに深い感じではないですけど、あんまり趣味とか特技があんまりなくて、これといったことが。なのでちょっとプロフィールの時に趣味特技を書く欄があるじゃないですか。そこを埋めれるようになりたいというか、そういう気持ちで書きました。では続いてはプロプライベート面ですね。こちらも発表していただきましょう。プライベートでのみちょぱさんが理由をしたいのは何でしょうか？はい、私は生活習慣をリニューアルしたいです。生活習慣、どういったことでしょうか？仕事の時も昔から本当に夜行性で、でも趣味がないと言ってもゲームとかするのが好きなんですよ、家で。しかもスマホゲームとかでやるのが好きなので、そういうのをやったりとか、なんかいつもグダーッとして結局寝るのが遅くなったりとか、あと本当休みの日になるともう昼夜逆転しちゃって夜まで寝てるとか全然普通にあって、平均20時間くらい寝ちゃうんで、だからそういう目で規則正しい生活を二十歳の節目ということでなんかちゃんとしようかなっていうのは思いました。さあ、そしてそんな中山競馬場から実は今日みちょぱさんに素敵なプレゼントを用意いたしました。ありがとうございます。どっちから？さあ、競馬場さて、まずはですがみちょぱさん、10月30日がお誕生日だったということで、バースデーケーキ、そしてあちらのメッセージ用意させていただきました。みちょさん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、負けを買ってみました。はい、それでは負けにご購入いただいたということで、今、お手持ちのお手持ちの範囲で出していただけますか？ポケットにしたの。入ったので、そう、なんか意外といけるんじゃないかとか思っちゃいます。